いや、ほんとすごいことだよ。これができるって。それ何本寝てんの朝、夜遊びで。いや、夜遊びでね、夜遊びから一回帰ってきて寝ないでまた仕事に行ったりとかしてる感じ。朝起きれない、朝早い仕事って起きれないから、その分遊ぶ感じかな。ああ、それやるとしやん、清春さんと。清春さん、そうだ、清春さんもそうだね。そうだよ、この前あれに出てくれたの。愛車編ね。そう。黒夢の清春さん、オギーファンでおなじみのね。そう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 。それで出てくれたんだけど、結構ね、朝早いってわけでもないのよ。まあ、9時半とか10時入りぐらい。でもまあ、清春さんにとっては早いわけ、うん。そんな早い時間だったらもう寝たら起きれないっつって、午前中の仕事を寝ないでくるんだ。へぇ。すごいよね、うん。もうだって40、いくつ ?5、6でしょ、うん、そうだね、うん。よく持つよね、そんな体力が。うん、ねえ。うん。だから朝まで遊んでたって言ったもんね。そう。そんな感じだね、ナホも今は。もう完全な夜型人間なんだね。うん、夜型ね。でも今日とかも夕方前に帰ってきても寝てるよ、ずっと。だから今日もマールをこういや、でそれはさ、うん、それ俺と同じことやってんじゃん、ナホは。なそう、いいな、結婚してるねとそうやってしいつも寝れてって言うけど、ナホはやってんだよ、ナホ。今今週はやってるね。はい、今日も寝かしつけてから俺 やっとここに来て。いや、やっぱ鬼って偉いな。うん、おぎって偉いよね、結局。やってんです、ね、偉いそう、いろいろね、やってんでしょ。いや、俺はそれはいつもおぎを認めてるよ、うん、いつも。おぎはね、鏡だよ。そういうのやっぱ怒るよ、うん、普通ね。ああ、怒るってこと？おぎは怒んないじゃん。でもほら、共働きだからね。いや、それよ、今の発言、素晴らしいよ。そうなの？それを、いや、でも、共働きだから、お互い、こうね、どっちがやるとかないんだよと。これね、女の人が言うセリフでね、いやいやいや、男はね、うん、なかなかね、言わないよ。いやいや、俺だってさ、そんないつも助けられてるし。何これに便乗して。いやいや、便乗してきたらもう言わないよ、俺は。ダメだ、言わなきゃダメだ。ダメ、ずーっと。言ってよ、言ってよ、いやいや、ダメよ、それは。ダメよ、便乗してきた瞬間に言わないよ。ほら、いじられる芸人がちょっとでもいじられたい顔した瞬間に。わかるわかる。わかる、あれやだね、確かにね。